松重町加道橋は東京都千代田区外館田1丁目、2丁目にある鉄道橋である東日本旅客鉄道総武本線を通している関東大震災の震災復興事業として計画され、後に2程度における失業救済事業の一環で1932年に総武本線が両国駅からお茶の水駅まで延伸された際、 松重町交差点にかけられた橋梁である。東京市電の軌道が交差する交通量の多い交差点を斜めにまたぐ必要があり、橋脚を立てると道路交通に甚だしい支障を与えることから、士官を大きく取ることのできるアーチ橋が採用された。また、アーチ部材にはトラス構造のブレーストリブアーチが用いられたほか、支店部同士をつなぎ材で結んで、 アーチに働く水平反力を橋桁で受けるタイドアーチ形式が日本の鉄道橋として初めて採用された。お茶の水方面から松重町下道橋を潜ると電気街が広がっており、トラス構造による二重アーチが印象的で緑色に塗られて目立つため、秋葉原のランドマーク的な要素も持ち合わせている。また、総武線隅田川、橋梁、 神田川橋梁とともにデザインも優れているため、日本の鉄道橋の象徴的存在にもなっている。松重町稼働橋をお茶の水方面から見た、総武線神田川橋梁と松重町稼働橋、ありがとうございます。